皆さんこんにちは、さとこです。今日は台湾発の海外通販サイトピンコイさんから4つのブランドの商品を試させていただきまして、そちらをご紹介していこうと思います。もうね、どれも本当今回も可愛いです。まずは今までも何度もご紹介したことがあるロイデザインさんですね。こちらはマスキングテープになります。大きい幅のマスキングテープですね。で、全部こうフレームと、あと草花、葉っぱと、ま、控えめなお花ですねがセットになった感じのデザインになってます。これね、台湾のマスキングテープって本当全部なんだろう、柄がすごいいっぱいありますよね。で、実際にこれはこのフレームの中に絵文字書いたりするとすごい可愛く使えるなと思ったので実際に書いてみました。で、これはボールペンのようなものですね。で、書きましたが、結構書いて書きやすいし、書いてすぐに擦っても全然擦れませんでした。あとは私は筆ペンをよく使うので筆ペンでもちょっと書いてみようと思います。で、今これ使っているのがペンテルの筆タッチサインペンという小さめの筆ペンになるんですけれども、書きやすいですし、書いてる時にこうなんだろう、弾いてるなっていう感覚は全然ありませんでした。すごいね、発色も綺麗に塗ります。ただもちろん筆ペンの方がインクの、ね、量が多いので乾くまでに少し時間をかかりますが、乾いてしまえば全然擦れませんでしたので、筆ペンでも書けるんだと思って、あ、これめっちゃ使えるじゃんっていう風に思いました。すごい可愛いですよね、こうやってなんか書いてね、貼ったりしたら。で、次ご紹介するのがこちらのメモパッド、なんだろう、なんて言うんだろう、こういう紙ってすごい可愛いんですよ。メモなんて言うんですかね、紙ですね、紙類紙類と、あとトランスファーシールになります。で、この中にこのめっちゃ可愛いと思って、この名刺がね、すごい可愛くないですか。これお菓子柄、これのシールとかあったらめっちゃ可愛いなと思って。で、いつも入っているこの半透明のカードですねも入ってました。で、まずは紙からご紹介していくんですが、まずこのラッキースコアって言って、なんかね、すごい可愛くないですか。多分今日はどれぐらいラッキーだったかっていうのを、この星5つで今日はこれぐらいみたいな感じで塗って貼っていくみたいな感じなんだと思うんですけど、この色合いとかデザインとかすごい可愛くて、で、このちっちゃいのが3色ですね。で、入ってます。で、この大きい方は文字とか書いてなくて本当にメモ帳みたいな感じですね。で、先ほどの小さいのと同じ色で、デザインは3種類で同じ色とこう白地みたいな感じですねに入って、それがパッケージになってます。こんな感じ、この大きいのが3種類と小さい紙が、デザインは1種類で色が3種類ですね。で、こちらがオービットというデザインで、全てのパック9柄入っていて、全ての柄が8枚ずつ入って1パックのセットになっています。で、先ほどのがラッキースコアでしたが、今度はムードスコア、感情のムードトラッカーみたいな感じですねを、これでハートを塗っていく感じですよね。これもすごい可愛いと思って、これも色がね、このなんだ、灰色地に白の文字もめっちゃ可愛いですよね。この灰色に白の文字が一番私は好きなんですけど、で、先ほどの3色と同じ3色プラス白系の色ですね、こういうのとこういう感じ、全部ね、星とか月とかなんかそういう感じのデザインになってます。可愛いですよね。なんかこの大きめの方のメモ帳はありがとうとか書くのにもいいと思います。これがスターリーというデザインですね。で、次の小さいやつはなんかちょっとしたカレンダーみたいな感じですね。で、この色合いも今までのよりはどちらかというとパステルみたいな感じの色合いになってます。
文字のところがねすごい小さいので、こうどんな感じで使えるかなっていうのはあるんですが、あとはこれですね、これもカレンダーみたいな感じになっているので、あとこれがね、なんだろう、なんていうの、あの図書館のカードみたいなデザインですね。でこれは1週間マンデーからサンデーまでの欄になっているので、例えばありがとう日記をこれに書くとか、そういうのでもいいなと思いました。これがタイム、もうまさにそんな感じですね。タイムというデザインになります。で最後こちらです。先ほどのタイムの、あの大きかったメモ帳にあったようなデザインですね。なんかどっちかっていうと、このなんだろう、学校の時の時間割を書くような感じのにも見えます。可愛いですよね。これで小さいバレットジャーナルとかで小さいカレンダー書くときに使ったりしても面白いと思います。で大きい方がこんな感じですね。メモ帳プラスちょっと違うねデザインもありつつという感じです。これもね色がいいですよね。こちらがムーンというデザインですね。で最後ロイデザインさんが転写シールになります。こちらが鹿のデザインなんですが、これは鹿というよりもこの葉っぱとかね、そういうのがすごい可愛いなと思いました。あとは蝶々、これはね今の季節というよりは春夏とかに葉っぱとか書いてバレットジャーナルとかねデザインで貼ったらめっちゃ可愛いなと思って、すごいですよね。こちらがロイデザインさんでした。で次ご紹介するのがアワーズスタジオさんですね。こちらではシールと転写シールを頼みました。でシールもね、転写シールも両方可愛いんですけど、こちらがシールですね。オリーブ柄なんですけど、これねちょっと画面上では見にくいかもしれないんですけど、切手の形なんですよ。これめっちゃ可愛くないですか。これ本物の切手であったら買い込むのになーぐらいめっちゃ可愛いです。こっちが後ろがなんだピンクじゃないですけど、なんかすごいね柔らかい感じの色合いと、あとはあの大人な感じのね、こうブラックな感じ、ブラックじゃないんですけどね、この何これゴールドなんですよ。あの文字が見えるかな、見える下の方わかりますかね、ちょっと分かりづらいんですけど、文字がゴールドになってて、この暗い感じのバッグにゴールドの文字がねめっちゃ綺麗なんですよ。もうこれほんと可愛いと思って、でも可愛すぎて多分使えないでこちらが転写シールになります。これは、1から31までですねになってるんですけど、なんだろう、こう髪が重なってる感じのデザインで、ちゃんと影もついてるので立体的に見えてね、すっごい可愛いんですよ。これもあのバレットジャーナルでね、日付とか書かずにこういうシールをね貼ってデザインを楽しむっていうの、すっごい可愛いと思います。こちらがアワーズスタジオさんでした。で3つ目がメアオステーリーさんになります。でこんな感じの箱に入っていてね、あれ何頼んだっけなというふうに思ったんですが、実はこれ箱に入っているマスキングテープでした。で1つ目がウィンターフォレストというデザインですね。でメアオステーリーさん、ミャオが猫かな、で猫デザインのねあのシールが貼ってあってすごい可愛いです。でウィンターフォレストはもうその名の通り、冬のフォレスト、森にある草とか実とかね、そういうデザインのやつなんですけど、可愛くないですかこれも。なんかね、あの全部下に茶色いのあると思うんですけど、これが名称ですね。草とか実の名称が書いてあって、それもね、すごい可愛いですよね。すごい可愛い。これがウィンターフォレストでした。で次がリーフベインズっていうやつですね。でこれがこんな感じで葉っぱが白い、こう葉脈が白くなってて、もう葉っぱ自体も白いんですけど、そんな感じのなんかねおしゃれなデザインのマスキングテープになってます。で白いので、この白地と黒地とクラフト紙でどんな感じで見えるのかっていうのね貼ってみました。で白地だとやっぱりね、あの葉っぱは全然見えないんですよね。でこれもあのなんだろう、タグみたいのがついてるんですけど、
タグはねすごい全部綺麗に見えるんですけど、黒字だとなんかシール貼りました感があるんですが、クラフト紙がねシール感もなくって、すごいこの葉っぱがめちゃくちゃ綺麗に見えて、なおかつワンポイントのねタグみたいのもすごい可愛かったので、このマスキングテープはクラフト紙に貼るのが一番いいかなと思いました。すごいいいですよね、可愛い。こちら2つがミャオステーリーさんのマスキングテープでした。で最後にご紹介するのがデザイナーの MU さんの体験セットになります。こちらが転写シール5枚とステッカー収納ブックと転写シール専用の木製スティックが入った体験セットですね。で今回はシールをご紹介していこうと思います。まずは91番のものですね。もうどれもねすごい可愛いんですけど、これはちょっと水彩系で描いたこの葉っぱとかお花とかに線画のこのねあの葉っぱとかが書いてある、これすごい可愛い、こういうのめっちゃ好きです。でこれが2枚目の方ですね。全部転写シールは2枚セットになってます。で次が178番ですね。これもねなんかすごい面白い柄です。なんだろう、なんかちょっとインテリアな感じですよね。面白くないですか？あんまりこういう柄のシールって見たことないなと思って、これが2枚目の方ですね。で次のデザインが174番というものになります。これはなんとなくこうなんだろう、暖色系のお花ですね。これも可愛いですよね。このピンク色系のピンクオレンジ系のお花なので、また雰囲気が緑系とねガラッと変わります。で4枚目、こちらが164番になりますが、これは、1から31までの数字が全部入ったやつになります。でこれね、なんだろう、こう紫系のこういうねお家、なんていうの、月よ可愛いんですよ。とにかくちょっとね星座とかもあったりして、これもねバレットジャーナルの日付の代わりにやったりしたらすごい可愛いと思います。で最後これがフォイルプリントオンスティッカーズっていうので、これがすごくないですか？シルバーなんです。ちょっと私のスマホが映ってるんですけど、このキラキラなんですよね。ちょっと試したことがないのでどんな感じかわからないんですけど、すごい楽しみで、最後こちらがですねトレーシングペーパー帳のメモ帳ですね。これもすごい綺麗。以上 MU さんの体験セットに入っていたシールとメモ帳のご紹介でした。いかがでしたでしょうか？今日はピンコイさんのイオンデザイナーの商品をご紹介させていただきました。もうどれもねやっぱり本当可愛くて今から使うのが楽しみです。本日もご覧いただきありがとうございました。もしよろしければこの動画のいいねとチャンネル登録をお願いいたします。ではまた次の動画でお会いしましょう。